力の伝達、それが我が一族の掟だ。神に抗う知れ者どもよ。風影殿、この一瞬で五影のみんなをボルト、連結だけじゃない。いや、別物ってよりただの化け物ってとこだな。抜かせ。出た、キュービーの化け狐め、そいつも力。もうさっさと派手な術でやっちまおうよ。適当なこと言わないでくださいよ。あっ、あ、このカラクニングの力を食らえ。やれやれ、やってくれたな、クソったれ。なるほど、それは我らの胆のようなものだ。動けねえ。なんと、そういうことだ。分かった、ボルト。お前の人道は何だ。確かに古臭いかもしれないが、今回の戦いでその時が来たら分かる。お前がやるんだ、ボルト。俺を信じてくれた師匠を信じるんだ。なんだ、届かないのか。貴様ら全員行くところは同じ。螺旋丸を習得してくれば弟子入りを認める。俺がそう言った。消える螺旋丸としてな。へえ、消える螺旋丸だって。自分でもどうやってんだかわかんねえけどな。そんなことで勘違いするなよ、ゴミども。見えないがどうした。ボルト、螺旋丸は。お前、これが父ちゃんの。負ける気がしねえ。見たぞ、二度目はない。ボルト。
邪魔か。我の存在を感じるか、人の子よ。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわ。その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。わけのわからねえことを。その運命、見事。正確には大筒木を名乗る敵とボルト君が言ってて、俺やったのか。忍びの本質は変わらない。時代がどう変わろうともボロボロだな。お前もな。まあ今日までのトータルで引き分けってことにしておいてやるってばよ。俺は渦巻ナルトの息子、渦巻ボルトだ。よかった。ああ、ありがとうボルト。お兄ちゃん大丈夫？なんともねえよ。事件は五影たちが力を合わせて解決したと発表され、大変だな五影っても。本当にいいの？新しいのにしなくて。ああ、これが格言だ。あ、謝ったから何だって言うすか。俺がやっちまったことは消せねえけど。新規じゃ。そうやって全員に謝ってるの？まあ、もともとあんたが悪いんだから。くせえな。また必ず襲ってくるはずだ。とりあえず俺たちが今やれんのは、ガーラたちの話だと奴はまだ実力を隠してる。分かっている。サクラちゃんとかサラダとか、なんだ。お前に言われる筋合いはない。それをどう判断するか、そのあたりも含めて他の里との協議が始まるぜ。キラー B が雲隠れの里に戻ったって連絡があったぜ。 B のおっちゃん無事だったか？もちろん構わねえさ。ほかげはお前さんだろ。いつまでかかるんだってばよ。後片付けとか細かい任務がいっぱいあるんだよね。美月くん、体は大丈夫なのですか？うん、もう大丈夫。よかった。うん、でも親が僕を丈夫に作ってくれて助かったよ。試験で活躍しすぎたせいでしょ。うるせえな。お、うん、しかない。悪い。は？なんでお前が謝るんだってばさ。今は俺が謝ってんだよ。いいや、俺も謝る。悪かったな。だから先に謝んなって。それでどうだった？五影たちの力は。バケモンみたいに強かった。なあボルト、お前試験に参加してた連中の顔ちゃんと覚えてるか？全然見てねえじゃねえか。いたんだぜすげえやつがいっぱい。もう親がどうの、奈良一族がどうのってのは関係ねえ。いつの間にか見事に乗っちまったな。だがその前に俺はお前に勝つ。あんなのもう使わねえってばさ。渦巻ボルトのことを考えていました。奴は立ち向かった。お前が手をこまねいてる間にか。戦う許可を与えなかった。お言葉ですが父上。それでチャラじゃん。新規がいるから俺も戦えるっす。お前たちの人道が果てしなく長いと知ることの方が先だ。ボルト、
助さん。奴と直に接触したお前とリンネガンで見ていた俺以外はお前の身に起きたことは普通じゃない。用心するんだ。今は目の前のことに集中だってばさ。え？俺の弟子の証だ。俺が教えた基礎をマスターできていたらな。そいつは任せとけって。ねえパパ、いつまで里にいられる？何をしたいんだ？あのね、豪華級の術を、夜はママがご馳走を用意して待ってるって。行こうパパ。あなた、里の連中の前で戦術を使うとこだったそうね。理解されないものなのよ。そんなのはどうでもいいことだよ。あなたは人の領域にとどまらなければいけないわ。あまり長居をすると何を言われるかわからないから、あなたの変化直接見せてもらうわよ。今回は現場で巻き込まれた下人の方をスタジオにお招きしております。やっぱチームワークと根性、はあ、素晴らしい。僕もインタビュー受けたんだけどな。知らねえよ。やっぱり私もついていけばよかったな。いずれは君も。ねえボルト、本当はあんたもおかげに。おかげになるのはお前だろ。だったら俺がサポート役だ。しっかり守ってやんよ。俺が目指すのはサラダ、お前の父ちゃんみたいな忍びだ。あ、なんだよ、俺の顔になんかついてるか。いや別に。私用事を思い出したから帰る。そして自覚せよ。ただいま。父ちゃん、遅くなって悪かったってばよ。どうやら影分身じゃねえみてえだな。みんないい加減にしなさい。ケーキ片付けちゃうわよ。あ、そうだな、もう腹がペッコペコだな。はいはい、じゃあそのお皿テーブルに運んでね。もういい年なんだしさ。年寄り扱いするんじゃねえってばよ。乾杯。夜中までゲームなんかするからだってばさ。お前だって。お上等だ。運命だか呪いだか知らねえが、俺は火影を目指すわけじゃねえ。